探し物は見つかったかい、天道。荒川真澄殺害を命じる青木亮の声、そないなもんあったところで何の証拠にもならんで。それでもあの人にとっちゃあっちゃならねえもんだ。だからあんたまで駆り出されたんだろ。ご苦労なこった。そういうことかいな。どうやら分かったみてえだな。花からなかったんやな、そのデータは。沢城の頭は若を相手にそんな真似はしない人だ。てめえにも若にもそんな気持ちは理解できねえことだろうがな。せやったら踊れらの狙いは。そうかい、このわしっちゅうことかいの。このわしをここへ引きずり出したかったっちゅうわけや。蒼天堀じゃ本気であんたを味方だと見誤っちまった。あの荒川のおやっさんでさえな。人を騙しとるもんは自分も騙されてるとは思わんもんや。けど荒川真澄がまがいもんやったおかげでわしにももういっぺんてっぺん取るチャンスが回ってきたんや。ボクシングじゃかなわんかったてっぺん取るチャンスがな。感謝しとるんやで、天道。てめえ、せやさかい、あの日胸に穴開けたあの人が息を引き取るまでわしゃその目をじーっと覗き込んで見届けてやったんや。荒川がこの世の最後に見てたのはこのわしのとびっきりキュートな笑顔や。それはわしからの感謝の気持ちのプレゼントやったんやで。ふざけんな、クソ野郎。クソか。せやったらソープ生まれのどん底育ちの我は何や。え、春日一番。まあそれがここまで来られただけでもええ根性しとる、褒めといたるわ。せやけどこれでしまいにせ。最後にてっぺん飛んのはこのわしやで。踊れの成り上がり話はここまでや。こいつを。蒼天堀でもそんなこと言ってたな。そこまでのやつなのか。やつの現役時代はボクサーとして強さ、スター性、全てが揃っていたよ。正直俺が見たことある人間の中で一番喧嘩したくない相手があいつさ。どんなやつだろうと関係ねえ。許さねえぞ、天道。さて、なめんなよ、やってみろ。絶対負けない。ザコが、ぶちかますぜ。うん、なめんなよ。
これリザルト喜んだもんや。俺の番。はい。派手に行こうか。勝てると思ってた。かかってきなさい。私の番です。来なよ。遊んでくんないかな。うん、出ると思ってる。今食った本気でやってん。俺の番だな。やってみろ。痛い目に合わせます。とっておきだ。ほら来いよ。私が相手の一人。行くぜ。本気でやるぜ。やるか。来ない。派手に行こうか。上がりますね。まだ終わるんじゃねえぞ天道。最後にきっちりおやっさんの分を受け取ってからくたばれや。ええ、そうですね。今回の衆院選を振り返りますと、まさに歴史的な勝利と言っていいかと思います。実に議席の3分の2を大きく超えています。民事党が国民の民意を得たと、その分大きな責任を背負ったと受け止めております。総理、青木幹事長の果たした役割についてはいかがでしょうか。大変大きかったです。荻窪さんの引退から間もなくの衆院選でしたし、青木さんの功をなくしては語れない選挙でした。青木幹事長、今の総理の言葉を受けて一言お願いします。今回の選挙で民事党は大きく変わります。
この国を良くしたいという我々の思いは、中身を伴ったものとして国民の皆さんに実感できるようお届けします。これまで深く切り込まれなかったグレーゾーンをはじめ、既得権益や天下りにただ乗りする者たちも皆白日のもとにさらします。私のこうした理念は、かつて20年前にブリーチジャパンを創設した時から一切ブレてはおらず。何？幹事長、あの速報はどういうことでしょうか？殺人で逮捕状とありますが。いえ、どういうことだか。手違い？そう、何かの手違いです。記者の皆さん、落ち着いてください。何かの手違いが起きたようで。青木幹事長、青木亮という名は本当の名前じゃありませんよね。そうですよね、幹事長。ちょっと幹事長、説明お願いしますよ。あなたの本名は荒川雅人。先日横浜で殺された暴力団組長荒川真澄は、あなたのお父上ではありませんか？すいません、ご了承、ご退場を。幹事長、幹事長、待ってください。幹事長、説明してください。荒川雅人って名前に聞き覚えありますよね？青木亮は偽名ですよね、幹事長。だから天道とは電話が繋がらないんだ。もう何度もかけてる。荒川組の事務所も誰も出ない。で、そっちはどうなってるんです？総監、私に逮捕状って一体？確認中です。そのニュース速報というのも確認が取れていません。テロップは民主党本部のモニター画面にしか出ていなかった可能性があると聞いています。仮にそうだったとしても、それをテレビ中継してたんだから同じことでしょ。多くの国民があのテロップを目にしたんだ。誰が何の目的であれを流したのか、早急に説明をつけなくちゃならないんです。とにかく今は軽率に動かないことです。ミレニアムタワーへ行くのも避けるべきかと。そうはいかない。一番が、春日一番が、もし荒川組で証拠を抑えていたら後始末が厄介でね。その時はそっちにもいろいろ骨を折ってもらうことになります。後で動かなかったことを後悔しても遅いんだ。天道の親父とはまだつながりません。今連絡のついた若い衆はミレニアムタワーへ向かわせてます。いいだろう。俺のそばで護衛につくのを何人かに絞れ。ええ、わかりました。これを一番がやったってのか。あの一番が。天道。へ、どうも。なんでずっと電話に出なかった？見ての通り、ちょいと忙しかったんですわ。沢城の隠してた音声データは？ありまへん。そいつのブラフやったんです。ブラフ。あ、そうか。ハッタリだったのか。そうか、そうだったか。ふん。で、一件落着でっか？いや、まだだ。こいつらにはまだ他に仲間がいるはずだ。開票に合わせてニュース速報のテロップを流させた奴がいる。偉人町で姿を消してからこいつらをかくまってた奴もな。
でももうこんな肝を冷やすような思いはたくさんだ。で、どうせと。全員見つけ出して殺せ。出た死体は埋めるなり溶かすなり始末しろ。全員確実に殺すんだぞ。またどん底から死に損なってくるなんてことがないようにな。どうだい、俺の演技力は。なかなかの役者じゃねえか、春日。だろ？今度オーディションにでも行こっから。どうでした？俺の芝居は。一番。お前。なんで？わか。まだ続きがあるんです。天道。どうも脇が甘いですね、青木先生。あなたは外から雇われただけの私を使い捨てにしようとした。は？何を言っている。一体何の話を。天道が二人。さすがだな。ミラーフェイスとはよく例えたもんだ。ミラーフェイス。いろんな人間に姿を変える私の通り名なんですよ。いやー、しかしこれってスクープだよね。青木亮、春日一番とその仲間を殺害するようヤクザたちに命令。大スクープだわ。素晴らしい映像が撮れましたね。早速ネットに流出させてしまいましょうか。よせ、やめろ。バカ。もうここまでですよ。潮時です。一番、てめえがこの絵を全部描いたのか。若にブラフの音声データの存在を伝えたのは天道を呼び寄せるためでした。でも若、あんたもきっとここへ来ると俺はそう信じてました。あんたも俺をよく知ってるように、俺もあんたという人間をよく知ってますから。ふざけやがって。若、あんたを止めるにはもうこうするほかなかったんです。あんた、もう自分自身でも止まり方わかんなくなっちまってんでしょう。何？知事になって昔自分をバカにした連中を見返して権力者になった。でもそれで何が手に入ったんです。今のあんたには大事な人間もいねえ。あんたのことを大事に思ってくれる人間もいねえ。持て余した権力に目がくらんで、てめえが何をなくしたのかも分かってねえ。ならその先は、手にした権力守るために邪魔なもん全部消し続けるだけの人生だ。そんなもん望むほどあんたバカじゃなかったろ。知ったような口を聞くな。でもそれが事実だろう。事実だとしても俺は前に進むだけだ。誰も俺を止められやしない。いや、俺が止める。絶対に。やれ、こいつら全員ここで始末しろ。確実に始末するんだぞ。さーて、やってみんかい。
中が奴に集まりやがった。あれだけがっちり守られちゃうと彼への攻撃は難しいね。まずは警護の連中を一人ずつ剥がして動けなくするしかねえな。行くぞ。君は何かしらないか。やめんな。遅いよ、遅いよ。さて、なんややってみろ。やるんだよ。私が相手です。勝てると思ってたって。やってみるか。なめんなよ。なめんな。くらえ。なんや。停電のか。行くぜ。してみろ。これで終わりや。さあ、出ると思ってるよ。やってみんか。寝てんのか。ダメよねと思ったけどな。じゃあ、上がってきなさい。やってみろ。やってみんか。やんないね。あ、すんのくんないか。こいつに決めた。デリバリー、よろしく。てやつだけかかってこい。せいや。私が相手で。どうする。ほら来いよ。やるか。俺の番。かかってきなさい。じゃあこ。邪魔だよ。これでとどめ。よし、行くぞ。私が相手で。見せてやるよ。あ、すげえ。やるか。さて。さて。
また本気でやってんよ。どうぞ。よっしゃ！まだ成長できるとはな。いいじゃない。大丈夫か？みんな！大丈夫とは言い切れませんね。もう少し若ければもっと動けたのにな。体が言うこと聞かないわ。さすがにきついね。みんなしっかりしろ。そうだ、手当てを。俺らのことはいい。それより一番早く青木を追え。今青木の野郎は一人だ。あいつをぶん殴る絶好のチャンスだぜ。私たちのことはいいから、ここは任せて。行って一番。だけどよ、私たちが信用できないんですか？俺たちがお前の助けがねえとのたれ死んじまうようなヤバな連中じゃねえことぐらいお前が一番分かってんだろう。お前ら決着をつけてこい。一番、どん底から這い上がった男の強さ見せてやれ。分かった、ちょっくら決着つけてくるわ。ありがとうよ。おめえらは最高の仲間だ。俺とサシなら丸腰でも勝てるって。調子に乗るな。そう来なくちゃ。そのムカつくにやけ面ぶっ潰して二度と笑えねえようにしてやるよ。
囲い武士、行くぞ。とっておきだ。行くぜ。俺の番だな。見せてやるよ。うわりゃ。クソがこの俺を終わりです。若。やめろ。今の俺はこの国で正義を全うできる。本当だ。俺は力を持って生まれ変わったんだよ。だからそれが何だってんです。だから俺はこの日本をきれいにしてみせる。それを俺はできるんだ。多くの人間がそれを、正義を望んでいるはずだ。でも実際のあんたは好き放題やって他人にケツ吹かせるしか能がねえ。なんだと？今のあんた、どんな人間であろうとちょっとでも邪魔になりゃすぐ使い捨てる。この先もあんたの言う正義ってやつで、おやっさん殺したみてえに何人でも平気で殺すつもりだろう。ほっときゃ沢城の頭だって殺されてたはずだ。ずっとあんたに尽くしてきたあの人まで。人間にはな、二つの種類がある。使う側と使われる側。つまり替えの効かない人間と、いくらでも替えがいる人間だ。なんだと？あいつらは所詮使われる側の人間だ。俺とは違う。だったら使われる側は犠牲になんのも仕方ねえってことかよ。多少は分かってきたか。ふざけてねえ！てめえと俺は同じ日に生まれた光と影みたいなもんだ。もちろんてめえが光だぜ。昔からてめえは俺にねえもん全部持ってた。本当に初めから全部
持ってたのに、なんであんたそんな人間に。警察だ、全員そこを動くな。春日、ただの警官じゃねえぞ。総監の息がかかってるはずだ。指示、ここで一体何が。あんたは一からやり直すべきだ。いや、やり直さなきゃならねえ。一旦全部捨ててどん底からやり直しましょうよ。若ならどん底からまた這い上がれますって。そのためなら俺も昔みてえにずっといつまでもそばにいます。それがおやっさんに、俺が組に入ってからおやっさんにずっと頼まれてた仕事なんですから。俺たちを殺すために偉人町で爆弾使ったのは天道だ。その命令はこの青木亮から出された。そして死に損なった俺らを見た青木亮の反応が、それでこいつらにはまだ他に仲間がいるはずだ。開票に合わせてニュース速報のテロップを流させた奴がいる。偉人町で姿を消してからこいつらをかくまってた奴もな。でももうこんな肝を冷やすような思いはたくさんだ。で、どうせとも。全員見つけ出して殺せ。出た死体は埋めるなり溶かすなり始末しろ。全員確実に殺すんだぞ。またどん底から死に損なってくるなんてことがないようにな。この映像はすでにネットへ上げられています。民事党にはアンチも多いようで、多くの人間が瞬く間に拡散させていますね。警視総監の判断を仰ぐ必要があるかとは存じますが。あまりいい状況ではありませんね、知事。ひとまずここは出ましょう。署までご同行いただけますか。バカ。離れろ。来たらこいつの頭を吹っ飛ばす。もうやめてください、若！おやっさんに俺の面倒を頼まれたから一緒に一からやり直そうだと。親父がどうの、杯がどうの、俺は昔からヤクザのその家族ごっこが大嫌いだった。義理だ絆だと仲間意識を押し付けてくる、鬱陶しくて仕方ねえんだよ。銃を下ろしてください、若。警官を人質になんて取ったらいくら若でも殺されちまいます。俺もう家族が死ぬのは見たくねえんです。家族、笑わせんな。誰がてめえの家族だ。若が何と言おうと、俺にとって若は家族なんです。生まれて初めてできた友達なんです。なのに俺は
あんたが暴走すんのを止められなかった。そして親さんはもう帰ってこれねえ人になっちまった。でも若はまだ帰れるところがあります。帰ってきてください。お願いですから。そっくりだな。え、つくづく何から何まであのクソ親父にそっくりなんだよ、お前は。そういうところが昔から好きになれねえんだよ。言ったでしょう。俺は若がどんな人間かよく分かってるって。もしかしたら若何もかもリセットしちまいてって、どん底からでもやり直してって思ってくれてるかもしれない。そう考えたらここを目指すんじゃねえかって、そんな気がしたんです。分かったような口聞きやがる。ふざけんじゃねえぞ一番。ここにいるのは俺と若だけだ。だから銃なんか必要ありませんよ。そいつは俺に預けちゃくれませんか。人生が大きく動いた18年前のあの日、俺を捨てたあのホステスだ。ああ、堀の内の神さんになってたよ。都知事になる前、
奴の警視総監就任パーティーに呼ばれてな。そこで知った。当然俺は素性がバレないよう装ったがな、そんな俺にあの女なんて言ったと思う？あなたには持って生まれた知性と品性を感じますだとさ笑えるだろ裏で俺のことを下品だの怖いだの見下してたあいつがそんなこと言うなんてよどうだ傑作だろわかん。所詮そんなもんだったんだ。俺が名前を変え体を変え人は殺してまで追いかけた権力ってのは。誰も本当の俺のことなんか見てくれちゃいなかった。まあ俺自身弱くて醜い自分が嫌で必死にもがいた結果がそうなったんだろうけどな。それは違いますよ、若。おやっさん、荒川の親父とは沢城の頭だけや。ずっと本当のあんたのことだけ見てたんですよ。俺もそうです。無所出て最初に青木亮って人間を見たとき、それが荒川正人だってすぐ分かりました。間違えるはずがない、大事な人なんですからまたお得意の家族愛でも語るのか。ちげえ、そんなんじゃねえ。あんたがどんなに悪いことしても、なんで最後まで荒川のおやっさんも沢城の頭も俺も放っておけないのか。そりゃな、理屈じゃねえ、心の根っこの部分でつながっちまってるからなんだよ。好きとか嫌いとかそんな割り切れた感情じゃねえ。誰も本当の俺を見てねえだとふざけんなよ。みんな放っておけねえんだよ。放っておいたことなんて一度もねえんだよ。あんたのことよ。おやっさんや沢城の頭の気持ち、いい加減分かれよ、このバカ野郎が。一、あんた嫌がるかもしれねえけどよ、やっぱり若と俺は兄弟なんすよ。だから若には死なないでほしいんすよ。俺お願いです、お願いですから、分かってください。お願いです。心配かけて悪かった。私は今から自首する。後の整理は、いや、もういい。好きにしてくれ。
ひどいじゃないですか、青木さん。私は信じてたのに。青木さんの正義は漂白された真っ白なものだと信じてたのに。でもまだ間に合う。本当の正義は勝つんです。Thank you.